ップを打っていく、チームの雰囲気を変えるという意味では、そういったことも必要になってきますよね。明治安田 J1 リーグ、ジュビロ磐田対サガン鳥栖、両チームスコアレスで折り返します。明治安田 J1 リーグ、エスタディオ・デル・マルタンガルで行われる本日のゲームです。この時間はジュビロ磐田対サガン鳥栖、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。やはりこの序盤、先に主導権を握りたいですよね、はい、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますけどね。思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。ゲームの序盤見ていきましょう。長沼から左サイド、しっかり寄せてますよね。右サイドを上がっていきます。ここは下げます。山崎、前半の14分を過ぎたところです。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら誰でしょう、教えてください。そうですね、パク・イルギュですね。彼の特徴はやっぱりあの守備範囲の広さですよね。スイーパーキーパーと言ってもいいぐらいの範囲をカバーしてくれますからね。それだけ足元の技術が高いということですし、1対1のシーンも止められるという自信があるんですよね。このゲームでもビッグセーブに期待ですよね。なるほど、そのあたりも注目しつつ今日の試合見てまいりましょう。右サイドへ振って丸橋、一呼吸を置きます。山崎、ここはつながりません。いいショットが受ける。両チームとも慎重な感じですかね。